でやってまいりましたな。もう定番になりましたね。はい、定番になってる、龍ヶ崎堤防。せっかくね、鋸南に来たんでね、寄らない手はないということでやってまいりました。はい、じゃあ早速やってみましょうね。今日はね、南側もね、波がないんで、いい感じになってるんじゃないかなと思ったりもしてます。はい、端っこからやってみましょうね。この端っこね、いつも当たるんですよ。知ってたかな。ほら、今日は5つは行きたいところですね。ここはね、パソコンが出るんで、当たりはね、ちょっとちっちゃいです。いつも言ってる通り、ここね、魚少なくなったんですよ。こんだけ人が多いとしょうがないですね。まあ、釣りブームも、釣り業界にとってはすごくいいことですけど、ゴミの問題だったり、いろいろ難しいところありますよね。今ちょこっと当たりました。当たってますけど、ちっちゃい魚です。カニ3枚だ。一発飛んで壊れました。うわ、ゴンズイがいっぱいいる。ゴンズイですかね。ではやっぱりゴンズイだ。やっぱりゴンズイでした。多分全部ゴンズイですね。食ってる。毎回何かしら当たりがあるんですけど。いや、本当に釣れたくなりましたね、ここね。どうしちゃったんでしょうね。夏はこうなんですかね。本当に反応ない。ちょっとあと10メートルぐらいやったら早々に終わりましょう。はい、今日はここ終わりましょう。不発です。寝魚っぽいあたりは一回もありません。こういう時はね、早く退散した方がいい。動画になりませんね、これね。はい、ということで、ノーバイト、早々に終わって、次行きましょう。はい、また後で。はい、帰るとちょっと寄ってみました。穴釣りしてる人2人もいます。30分ぐらいやって帰ろうと思ってます。皆さん、この真ん中あたりが一番釣れるんでね、みんな外しちゃってますね。ですね、今日はね、潮のね、高さがね、ちょうど悪い感じです。ちょうど悪いですね。本当にちょうど悪い。今日はなんか全体的に内房良くないですね。龍ヶ崎もね、ピクリともしなかったですね。あ、ちっちゃい。はい、パーンとして。思ったより水深がありますね。難しいですよね、釣ってね。結構人が行かないようなところまで行っても、いない時はいないですよね。ここはね、人がいる。今日はね、2人で穴釣りやってますよ。うん、
てこのちっちゃいの。ちっちゃい。銀歩かと思いました今の。ちっちゃい紫でした。銀歩も小さい。紫も小さい。当たりましたね。多分根魚ですけど、相当ちっちゃいやつ。はい、ちびっこちゃん、ありがとう。ちっちゃかいの3匹追加したわけですね、ここで。今日はちっちゃいのどんまい。ちょっと大きい。尾っぽがすごい切れちゃってるね。16センチぐらい。はい、ありがとう。皆さん穴釣りするんだな。アオリスよりも大きい網の方がいいですよ。ちょっとめんどくさいですけど、食いが全然違います。多分ね、アオリスよりね、大きい網の方がね、5倍は釣れると思いますよ。実感です。はい、じゃあ今日は終わりにしましょうかね。はい、30分ぐらいかな、やって、ちびっこいの3つ4つかな、釣りましたね。今日はね、全体的にちびっこいのばっかでしたね。潮的にそういう潮なんですかね、今日ね。若潮か長潮かどっちかですよね、今日ね。はい。ということで、今週末は久しぶりに、南風が収まったということで、期待してたんですけど。で、南風が強い時に行けないとこも行ったんですけども、意外とね、不発でした。明日もね、南風あんまりない予報なので、またね、いたことないところに行く予定にしてます。まあ明日の天候を見て、それもね、決めたいと思います。はい、じゃあ今日はこれまで。またねー。